母は中津姫。弟は孫良。妻は円洋の娘。三国志、クレシュゴ伝に記録がある。252年に西欧に封じられ、武将に住んだ。露体の補佐を受けたものの、その行情はかんばしくなかった。父の孫健の死後、弟の孫良が即位した。弟の後見役として、実権を握った諸葛務は、将が、 各地の要所に居住することを好ましくないと考え、孫勇を武将から予想に移そうとした。孫勇がこれに反発したが、諸葛つとは手紙を送り、これを厳しくいめた上で、過去の悪行を追求することをほのめかした。孫勇は、身の危険を感じ、南所に移った。諸葛つとが中殺されると、武庫に移り、政変に乗じて、 剣業へ進出しようとしたが、風将の車じらに収められたために、これらを殺害、庶民に落とされた。258年、弟から恩赦を受け、昭安公に封じられた。270年、孫博氏は、左夫人である王子を亡くし、悲しみの、あまりしばらく表に姿を見せなかったため、死亡説が流れた。間もなく孫勇と、孫捧ぐのどちらかが、 数ヶ月後に即位するのではないかという噂が流れ、予償大衆の長春のように、この噂を前に受ける者も,も出現した。孫博氏はこれに起こり、孫勇と五人の子を殺害した。また、予償で、孫勇の母の中津姫の墓を掃除した。長春は、車先の刑となった。陳児は、 孫勇の没落を自業自得としつつも、最後に中殺され一族皆殺しとなったのは、とばっちりの災難であると同情している。ありがとうございます。